プティ、皆さんこんにちは、シローズキッチンの後ろです。始まりました、シローズキッチン。突然ですが、チャンネル登録者100人いきました。100万人じゃないよ。はい、でも自己満足でアップしている自分的にはめちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。今後ともシローズキッチンをよろしくお願いします。ということで、100人記念の今回作る料理はこちら。バターと卵たっぷり、ブリオッシュとクリームの共演、マリトッツォ。はい、こちらを作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。目指せ200万の前に200人。はい、白漬けチーズ。さて、材料を紹介しましょう。強力粉、イースト、砂糖、バター、塩、そして牛乳と卵黄。塩はとりあえず出しておきましょう。牛乳は電子レンジで15秒温めました。そこに卵黄を加えます。バターは常温に戻してあります。粉とバターをなじませます。そしたらここイーストめがけて牛乳を加えます。手早く水分を行き渡らせます。こんな感じで一つにまとまったら、ここで塩。ボウルについた生地を合体させたら、作業台でこねます。ここでギュッと押し付けるように伸ばします。ベタってくっついたらスケッパーで剥がします。10分ぐらいこねていると滑らかでコシのある生地になります。次に生地をしっかり掴んで、手な具合で叩きつけます。さらに強いコシになりましたね。叩き終わりをチェックしてみましょう。少し切って薄く伸ばします。破れずに指が透けるぐらいまで伸ばせたら OK です。いい感じですね。表面を貼るように丸めます。
肉まんを作るように丸めますよ。ボウルに戻してラップをかけて30度前後の場所で1時間一時発酵させます。1時間後、はい、見てください、2倍の大きさになったので一時発酵終了です。作業台に取り出します。今回はこいつを8等分にします。分割できたら、さっきみたいに表面を貼るように丸めます。今度はこの大きさなので肉まんじゃなくて小籠包かな。ちなみに以前作った小籠包の動画はこちら、見てみてくださいね。すべて丸められたらラップをして30度前後の場所で20分二次発酵しましょう。20分後きれいに膨らみましたね。二次発酵終了です。あとは焼くだけなんですけど、その前に生地の表面に卵を塗りましょう。ではでは焼いていきましょう。180度で13分、乞うご期待。13分後、はい、焼けました。もう完全にパン屋レベルですよね。美しい。裏焼けてるか確認。いい色ですね。今回はマリトッツォなのでクリームを詰めます。どれにしようかな。君に決めた。泡立てるのが面倒だったので絞るだけのやつを買ってきました。はみ出るぐらい絞ったら、
バターと卵たっぷり、ブリオッシュとクリームの共演、マリトッツォの完成です。どうですか、おいしそうでしょう。シロスケッチ、それでは早速いただきます。これはうまいですね。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回このチャンネルでお会いしましょう。シャオ。